一回とりあえず喋ろうね。ふちゃくちゃね。はい、はい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 。ロックオンミュージック始まりましたけれど も, けれどもちょっと今日ですねイレギュラーなことをしようとして、はい、だいぶバタバタして頭出してます、ね、本当にこれ始まる2秒前までバタバタ怒られるんじゃないでしょうか。まあ始まってましたけどね。はい、はい、私一人土成と、はい、サポートの純也とサックスのジョジョでお送りいたしますよ。はい、はい、ということで、うん、今週末、はい、ワンマンライブが控えておりますので、はい、今日はそのスペシャルということでですねお送りしたいと思います、はい、ジングルの準備はよろしいでしょうか。それでは行ってみましょう。一人土成のロックオンミュージック。はい、一人土成です。すいませんね、皆さん。始まりましたね。始まりましたね。始まってますよ。混沌とした現代社会の中で、はい、もう広いですね。一筋の光を見つけるべくやっておりましたが、はい、解決せぬまま本番に入ってしまうという。いやすごいです、すごいですね。いや、はい、ありますよ。これから長くやっていけばやっていくほどもっといろんな危機が出てきてそれに立ち向かうべく、はい、今日は3人でお送りいたします。お送りいたしますよ。一人土成のロックオンミュージック。この番組は毎回ゲストを招いて音楽についてお話を伺っちゃおうという音楽情報番組です。今夜のゲストは今週末のワンマンライブにオープニングアクトで出演していただきます男性のお二人が来ております。はい、皆さんからの質問やメッセージ待ってます。メールアドレスはこちら797@fmginowan.com までお送りください。懸命に一人土成宛てと添えて送ってくださいませ。ユーストリームやツイキャスでも今動画を配信してますのでそちらからのコメントもお待ちしてますよ。はい、はい、はい、まあ、FM ギノワンのホームページから見ることも一応できますので、はい、それもお楽しみください、うん、はい、はい、またあのサイマルラジオ配信しておりますので、はい、インターネット経由でラジオとして聞けますので、ね、はい、素晴らしいですね、はい、動画は邪魔だ、邪魔、映像なんか見たくないと、お前らなんか見る必要ないとそう、そういう方は音声のみで動画楽しんでください、はい、はい、はい、あの沖縄在住ナナヒちゃんからツイキャスの方にメッセージ来てます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。学生はもう夏休みに入りかけているそうですが皆様は夏休みの宿題は早めにやるタイプでしたかと質問です。僕はあのタイプですよ。どっちですか。831から始まり、うん、学校始まってもまだやってるタイプです、ね、あもう最後にね取っておくタイプね。取っておくタイプ、美味しいものは最後に取っておくタイプですね。純也くんは。僕はもう最初の1週間で全部終わってました。一緒ですね。す私もそれです、はい、俺なんだったら終了式の時にやってましたね。ですか。先生が説明してる時とかめちゃくちゃ早い。プールはこの日にありますよみたいな時に もう始めてました。休みの前倒しって言うんですよ、こういうの。前倒し、業界用語。はい、あの今日の1曲目なんですけれども、はい、あの先週ヘアンナケンゴくんのワンマンライブ、はい、ワンマンではないか、レコ初ライブがあって、はい、オスネコジャラシスとケンゴくんとあと金さん出てたんですけれども、うんうん、であのその先々週の放送で僕はあのヘアンナケンゴくんの曲をかけたんですよ、はいはい、でソングオブモーっていう曲をかけたんですけど、はい、僕があのトラックナンバーを僕がちょっと書くの間違ってて、はい、でお前っていう非常にこれまた名曲流してしまったので、はい、うんうん、だから今日は今日こそは、はい、今日こそはソングオブモーを聴いていただこうかなと思っております。はい、ヘアンナケンゴくんのファーストアルバム11月ぼんよりクラゲがからソングオブモー。
めているのかい、それとももう死んでしまったのかい、いずれにしても素晴らしい日々です。風邪をひいてから随分と飲んでませんが、無職なのに落ち着いたあなたと笑い転げてみたり、家族のようになれたらいいなって夕暮れの中を遠く遠くくすぐったいな、くすぐったいな、星を眺めているのかい、それとももう死んでしまったのかい、いずれにしても素晴らしい日々です。静かな夜だと思ったので言葉が溢れてしまう。支え合うなんてしなくていい、ただそばにいるだけでいい、錆びた夜の公園で小さな音を潜めていようよ、くすぐったいな、くすぐったいな、星を眺めているのかい、それとも送りした曲はエアンナケンゴファーストアルバム11月、ぼんよりクラゲがからエアンナケンゴでソングオブモーでした。一人土なりのロックオンミュージック、今夜のゲストは男性の直也くんとジュリアンちゃん来ております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、アコーディオンボーカルのジュリアンちゃんと、はい、ギター歌ボーカルの直也くんと、はい、2人はユニットなんですかね。バンドってでもなんか言いたいね。俗に言うユニットですよね、きっと、ね、でもなんか俗に言うでもなんかバンドっぽいよね。もともとがその3名でバンドっぽくやってたんで、うん、それだからだと思うんですけど、うんうん、ね、うん、2人になってなんかユニットっぽいですよね。ね、うんうん、ロコミュージック2回目ということで、そうですね、出たがりで、はい、いやいや今週末、はい、私のワンマンライブが那覇市のバークラゲであって、はい、で2人にオープニングアクトをお願いしまして、はい、いや楽しみにしてます。本当にありがとうございます。いやいや、なんか本当は
男性だったらやっぱツーマンみたいな感じでなるぐらい僕は好きなアーティストなんですけど、でもなんか今回ワンマンやるにあたってクラゲの水木さんがなんかオープニングアクトとかちょっとつけた方がいいんじゃないみたいになって、入れてもいいんじゃないってなって、で名前が上がったのが男性だったんです。うわ嬉しい、ありがたい。どうしよう期待大ですだからちょっと考えさせてって一体考えてなんか男性オープニングアクトってなんかもったいなくないか、全然なんか僕らは大さんとやれれば全然何でも、ね、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、はい、なんかね高まってて変なテンションが続いてるんですよ大地さんの顔見たらさっき隣を取り合ってましたからねそうだろ自分が自分が隣を大地さんの隣席の隣ちょっと一揉めしました 前がちょっと僕が緊張してた覚えがあるので、はい、だからそれはあそうだよ、なさやくん超緊張してたんだよ大地さんと距離があったなと今日はがっつり隣でがっつり嬉しい恥ずかしだねで2人は最近はなんか SNS 情報によるとちょこちょこなんかレコーディングをしてますよみたいな、うん、そうですね、ね、ちょっと、うん、撮ってますちょっとじゃないかなりいっぱい撮らされてます直也くんにジュリがやる気になってくれてやろうってなったんですけど、うん、で今まではなんかこう2人だけなんで、うん、このなんていうんですかライブでできるような仕様で録音をしてたんですけど、うん、今回はジュリアンが遊びたいということで、うん、そうじゃなくこう重ねて、うん、ちゃんと録音ジュリが音遊びしながらっていう感じのやり方をやってます。ジュリアンちゃんの頭の中で鳴ってる音楽をより実現してみようみたいな、すごいよな。なんかあのやっぱ一緒に対バンする方とか5人とか6人とかのバンドが多くて、うんうん、で自分の頭の5人6人5人6人のでもほらニャーニャーとかは、ね、そうそうそう、あ4人もいます、3人もいるし5、6人が多い、そんな俺ら大所帯の職員ってないのだけどあのこの自分の頭の中にもやっぱその、うん、あと残りの3人ぐらいいるんで、うん、その人たちをね、うん、出したかったっていうのもあって、うん、そうちょっと作ってみました。前回ジターノでワンマンしたじゃない男性が、はいはい、その時もアコーディオンの三重奏やってたよね。そうですね、ジュリアンちゃんが仕切って、うん、あのラーメン丸さんと、そうそうそう、あとマリコちゃんとアルカシルカのマリコさんと、うん、で直也くんがドラム叩いて急遽、うん、でやってたよね。やっぱり頭の中でいっぱい音楽鳴ってるんだなっていうのはあの時に、うん、なりますよね。今純役に、はい、こっちのベースの純役に話しかけておりますね、はいちょっとびっくりした、ね、すごいノールックパスにも音があるよジュニアちゃん完全に聞いてたのに今ジュニア君聞き側のモードに入ってたね完全に静かにして かなり鋭角なパスですよねすいませんそうやっぱりこんななってるのをじゃあ録音してみようってことで、そうですね、でしかも今回はエンジニアつけずに2人だけで作業している。基本ほぼほぼそうですね。もうお家のソファーとか、うん、お家のソファーとかあと友達のお店にあるちょっと壊れかけのオルガンとか使わせてもらったり、うんうん、なんか自由になんかご飯食べるみたいな感覚で、うん、あ今お腹空いたからやろうみたいな感じ、お腹空いたから食べようと同じ感じでなんかあなんか足したいなみたいなのパッて湧いたら、でちっちゃいこの機械使っていつでもどこでもっていうのがやっぱ自然なのかなと思って、うん、まあでもある程度手伝ってもらったりはしてるんですけど、うん、なんかサポートの方入れたりとか他のミュージシャンにも、はい、とかあとは一緒になんか泊まりに行った先で手伝ってもらったりとか、うん、そういうのはやってるんですけど、かなりなんかラフな感じでやってます、うん、生活みたいな。そうです、何時間って決めてこう録音やるんじゃなくて、うん、なんかやれる時にちょくちょくこうやってる感じです、うん、でもなんかひらめいたらその場でパッと入れるってやっぱり一番なんかあれだよね、純度が高いというか、ね、ミラクルも多そうだし、うん、そこ楽しみです、うん、ジュリが撮り直しが本当に大嫌いな子で、あそう、本当にテイクを重ねるのが嫌いな子で、うん、へえ、なんかイライラするんですやり直すのがそう、あなんか、まあ、ドがファになったら間違いだけど、うん、ドがドでも、うん、ドじゃないですか、うん、なんかなんて言えばいいですか、いやドが例の場合もあるんだけどドが例の場合もあるけどもう OK 出せたりするけどなんか気持ちだけで行きたくて、まあうん、
まあ、聞いてて不快だなって思わなければセーフみたいな。ちょっと味とか、なんか1回不快ぐらいだったら OK みたいな。そう、1不快は大丈夫。割と僕ら結構7だと思うんです。あんまこの、うん、こだわらないといけないところでこだわってない感じであると思うんですけど、でもなんかその自然体がなんかやっぱいいのができそうな感じはするけどね、うん、2人はなんか自然じゃない、いつも。あ、そうなんですか、ね、ステージでもなんか気張ったりとか、もし気張ったとしても気張ってるよみたいなのがなんかはつらつと出てる感じがなんかいいな、無理してる感じがなんだろうな、なんかうまく言えないんだけれども、うん、なんか見ててうって苦しくなるような感じがあんまりないんだよね、いつも自然な感じが。それはだからなんか男性好きな人っていうのはそこら辺もなんか好きなのかなと、音楽含め歌詞メロディー以外のなんかそういうところもなんか見ててライブ見たなみたいな気持ちになると思うんです。そうそう、ライブといえばの2人カンタービレってイベント出たじゃないですか、ジンシェルターで。とっても楽しかったです。桜本さんの企画、はい、県外からケトルスに来て、はい、で、うくだだあいのと、あとハラヘルズと男性と出てて、あの時のライブもすごい良かったんですよ。わ、嬉しい。私はありがとうございます。なんか Hey You やって、うん、で、あなたと私と君やって、うん、で、ネパール人の歌やった、うん、この3つの流れがもう、うん、とっても良かったんですよ。嬉しいな、うん、ありがとうございます、うん、割と最近、うん、Hey You は違うけど、そうだね、うん、なんかあれはグッときましたよ。ありがとうございます。今週末も非常に楽しみにしております。いや、もう私も本当に楽しみで、いやもうどうしよう、僕らもサクッと僕らもサクッと終わっていや、サクッと終わって大地さんがこう第3バンドでみんな仕上げてきてると思うので、仕上げてきてもうバンバンと。そう、結構なんか大地さんで、あのこのね、今回のライブワンマンだから、うん、どんな感じのモチベーションで行こうかっていうのの話し合いを結構してて、うん、じゃあなんかやっぱそういうモチベーションとか気持ちを持っていく話し合いもするんだね、はい、どうやってうまくつなげられるかっていうことで、ありがたいし、なんか意見がぶつかります。あ、そう、よくぶつかります。そう、よくぶつかります。え、ちなみにこれはここで聞いていいもの、どっちがどんな気持ちで思っていたとか。あ、僕はなんかサクッとできるだけあんまこうなんていうんですか、サクッと気張らず、なんかなんていうあんまメッセージ性のある歌はあえて避けたいな、曲の選定もそれで決まるのかって思ったりとかはしてるんですけど、でもやりたいのはやらなきゃねってジュリーは言ってくれるんで、そちらは狭間を、うん、は逆になんか潰したい感じで、違う絶対潰れないから、まあそうだよな、あの自分たちの 100% を出して、うん、なんかうわってさせないと、なんか俺もそのつもりはあるよ、そう、まあ、潰すのはないけど、潰すまではいかないけど、あ、でもだから本気でドカンとも 100% 120% で音楽していこうみたいな、全力でぶつかっていこうっていう、そう、音楽は音楽でぶつかった方が気持ちがいいんじゃないかな、わあ面白い、まあ、どっちにしろ2人の真面目な意見で嬉しいですね。真面目に考えてますよ、はい、そうで今日はその録音したてほやほやの音源をちょっと聞いてもらおうかなみたいな形で、そうなんですよ、始まる直前までギリギリまでやってたんですけれども、なかなか FM ギノワンの、いやいや、僕らがね、そう、私たちがね、CD じゃなくて機械をね、そのまま機械持ってきちゃったから、いやいや、その GO を出したのは俺だぜ、一人土なりだぜというところで、はい、ちょっと相性が悪かったので、うん、まあ、ギターと歌と、うん、ピアニカで生を、生な感じで、ロックオンミュージック始まって以来のやってみましょうか、やりましょうか、じゃあちょっと準備をしてもらいましょうかね、はい、何からやる、ブレキセット、はい、じゃあ夏っぽい曲、うん、去年の夏に作った夏の歌を、うん、あの夏が終わる頃に作っちゃって、うんうん、あんまり歌えてなかった曲が実はあって、うん、はい、今年海も行けてないし、ね、そう、今年海もあまり行けてなくて、うん、じゃあちょっとサウンドの大きさのチェックだけちょっとしようかな、生演奏って書いてる、え、何、お、生演奏、すげえ、あ、在住七七ちゃんがコンティニュー今夜ツイキャスの方で入れてくれました、何ですか、ちょっとマイク触ります、ごめんなさい、へいへい、あ、あ、あ、いけそうですか、あー、シェイカー持ってくださいだいぶそうですかね、やっていいんですか、はい、じゃあウレキサイトの洞窟っていう、なんかね、前田岬が好きなんで、あれだ、前田岬 YouTube にも上がってたやつですね、そうです、はい、やりますね、ありがとうございます、はい、さっき
季節もぴったりだね、うん、そうですね、夏ですからね。いい、なんか気持ち涼しくなりました今どんなして聞こえてるのかな、楽しみですね。楽しみですね。後日 YouTube の動画に残りますので、ありがとうございます。ありがとうございます。良い、そうなんですよ、良いんですよ、やったちなみに今録音してる中でやっぱりこの曲も入ってるんですか。この曲も入ってる。これは音源2つ出そうかなと思ってて、生意気にも2枚2枚先にこのなんていうんですかね、ちょっとしたこの音源を作るための音源を作ろうというのとがあって、ね、うん、ワンコイン貯金っていうタイトルで500円ぐらいのやつを作ろうと思ってて、それに入ってます、うん、入れる予定です。 CD 制作費のための CD ね、そうそうそう、お金がないんです。お金がないんです本当にお金がなくて、そう、2人で音源を作るって思ったら大変お金がかかる。そう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 、あ、でもそうだよね、ますよね、うん、そうだよ、はい、そうですか。それが何月ぐらいに予定しているの。まあ、もうすぐにでもと思ってるけどね。500円 CD はもう8月の半ばぐらい。お、本当、あれ知らなかったメンバーがびっくりしているけど、知らなかった。9月まで、ね、次の給料日が出て、そうだね、次の給料日でいろいろ買ったり20枚ぐらいパーってなんかできたらなみたいな多分あのね、安易な感じ で、 そうですね、いやいや大切ですよお金のサイクルあるからね、そうそうそう、自分の中で、ね、あんまり喋りたくないね、はい、そんな話はねで、その500円が出た後に次本ちゃんはじゃあ何月ぐらい予定してる。は10月の中盤に、うん、15日に、うん、ワンマンをちょっと考えてて、それに出せたら一番最高の形になるんじゃないかなって。今回ジターヌさん、沖縄市の小沢のジターヌさんでも、うん、ピアノで触らせてもらったりしてて、うん、で全然そこで音返せてないのでそこでやりたいなという話をして、うんね、うん、沖縄市のジターヌで、はい、ワンマンライブを10月にやりたいな、その時に CD リリースをどかすと、はい、
それも給料日次第です。そうでも給料日終わってるし、終わって終わった直後だから大丈夫だから。終わって1週間以内だから大丈夫、はい、大丈夫です。誰か出資してくれ。じゃあもうキンキンのライブはもう今週末のこのワンマン、私のワンマンに出てくれるのと、はい、他決まってるのある？まあ、8月はもうこの音源作りに集中したくて、一応決めてません。じゃあもう8、9で音源作りやな、はい、9月が東京が決まってるかなって感じ。あとあのーうん、日にち今日にちを思い出そうと。8月の最終日曜日、うんうん、何日かは多分27だと思うんですけど、24かもしれないな、うん、どっちかな。大丈夫よ、大丈夫。27ですか、やっぱり27ですか。8月28日ですね。28が土曜日で9月の9月、これ5月、これ違うよ、5月。どんなラジオかこれ。卓上カレンダーが4パチパンというところが昼間やってるそのイベントにちょっと、うん、長谷川君とか、うん、あとあれ男性はあれがないんだよね、あのホームページがなくて、そうなんです。2人のツイッターとか、はい、あと、はい、フェイスブック、うん、はい、やってる、はい、フェイスブック、はい、やってます、はい、やってはいますっていう、はい、ドキッてする。僕もよく使うで、ね、でもあれです、あの音源とかをお店とかで買ってくれる人が、うんうん、あのいて、知り、うん、あの知らない方とかもありがたく買ってくれたりするときは、うんうん、直哉が個人的に自分の電話番号を書いて送ったりしてます。直通、直通個人情報。珍しいタイプ。平成28年像。今言ってもいいぐらいです。ダメです、ダメです。ずっと残るからね。ダメですよ、そういうことしちゃってます。で今日はもう一曲聴けるの？ああ、僕らがやった方がいいのかな。 やってください。で最後、今日は大地さんにもちょっとやってもらいたい。あ、じゃあ私真ん中でやりましょう。今やりましょうか。いや、なんかどっちがいいんだろう。どっちがいいの、どっちがいいんですか。え、純也くんと今ジョジョさんに、はい、どっちがいいんですか。どっちがいいんですかね。やっぱ最後が男性がいいと思うので。そうだね、はい、男性ゲストですか、ね、先に。じゃ先に。あ、あ、嬉しい。じゃあ大地さんが今回あの土曜日やります。はい、初めて、はい、初めてこのラジオでやります。イエーイ。すごい日だ。かなり贅沢な会になりましたね。なかなか生で、多分ラジオ聴いてる方ね、うん、ひとりさん歌ってるの見たことない。ああ、そうなんですか。そうですね。こんな贅沢な。大地さんはロックンローラーでございますよ。本当に、本当にこの人は歌えるのかっていう疑惑を。ここに音源と流してるのはこの人の歌なのか。なんで大地さんの時だけそんな意地悪な。大地さんが座って歌うのが本当に苦手な人だと思うので。どうしよう、座るのかな。立ちます。座るか。で大丈夫ですかね。いいですね。これ聞こえてますよね。見える時に、うん、あ、しっかり聞こえてます。いい、ね、あ、よかった。じゃあまだ音源にはなってないですけど、はい、ライブではちょこちょこやっている曲やりましょうね。はい、吸い殻という曲を。吐き出し尽くしたベッドの上には愛の吸い殻だけが転がっている。互いの灰を行き来した後は意味のない残骸となり果てるだけ。低く飛ぶ旅客機がただ今を詰め込んで帰ってきたよ。おーおーおー。言葉はやがて燃え尽きた吸い殻、街のすべてを灰皿代わりに。ありがとう愛してるよ、ありがとう愛してるよ、ありがとう愛してるよ、ありがとう愛してるよ。ゴミだめの街で
ナイス、イエーイ、すごいそうか、すごい、俺半音下げチューニングでいつも歌ってんだね、これ。そうですよ、そうです、レギュラーチューニングだよ、そうですね、なんか声の感じがおかしいな、ちょっといつもより高かったですね。ありがとうございます。皆さん絶対ライブ来た方がいいですよ、来た方がいいです、本当に。ちょっとギター待ってます、待ってます、本当に。今回はバンド編成で、はい、ね、どうですか皆さん、練習とか。残った、ありがとうございます。ありがとうございます。どんな感じ、今回すごいね、ワンマンということで、曲数がね、一気に増えました、一気に増えました、みんなで一緒にやる曲がプラス8曲でしたっけ、新曲が8曲、この5人でやる曲、初めてやる曲が、初めてライブでやる曲が8曲もあって、みんな覚えないといけないじゃないですか。チムイって。でもあの私すごいあの、うん、このバンドで見た時のやつで、うん、とっても印象に残ってるライブがあって、うん、あのプチカフェで、うん、あの、はいはいはい、2727ってバンドと一緒にやってたやつ、アコースティックライブだった時、あの時のライブがもう、と、あ、もうすごい感動して、あ、そうよ、そう、あの時のライブみたいなライブみたいです。なんで、あの時のライブとっても、あ、そうなんだ、あ、嬉しい、すごかった、あれ、ありがとうございます。あんなの見ない人損だよって思うから嬉しいですね、ありがとうございます。あ、楽しみだな、なんかとっても、うん、力を感じますよね、うん、力を感じます、ね、誰、お、俺、はい、大地さん、そして大地さんバンドになると力を感じます、うん、でもやっぱいつも一人でやっていた時期が長くて、で最近こうやってね5人編成でロックンロールバンド編成で やれてるんですけれども、やっぱ人とやるのは楽しいなって本当に思うね、うんうん、それを大地さん見ても感じるしね、うん、直也くんもたまに一人でやるじゃない、次男坊、ね、めちゃめちゃたまに、で一人でやるとこのジュリアンちゃんのありがたみが分かったりとかない、なんか、うん、ありますね、あります、言わさでも、うん、あります、いやいやいや、うん、絶対あると思う、考えてる、一生懸命考えてる、記憶をたどってた。2人でやってても感じます、なんか本当になんかあれですよ、あ、でもそうだ、うん、そうだよ、うんうん、直也くんよくライブが終わった次の日とかのツイッターに来てくれた人ありがとう、あとジュリアンもありがとうみたいなことをほぼ書くよね、なんかそれすごいいいなと思うんだよ、なんかラジオだから指さしても分からない。ジュリが面白いのが、このライブ終わった直後に、うん、このよかったでしょ、よかったよね、うん、よかった、よかったでいいよねみたいな、あ、ジュリアンちゃんが今日一日の反抗をしたがるんですよ、うんうん、ライブの良し悪しを、うん、よくできました、反抗が欲しいんだ、ドンって、うん、それが本当に俺はなんかそれが終わるまで終わらないというか、うん、本当になんか感想ね、そう、うん、あの日記みたいな感じで、そうそう、これは良くなかったけどこれは良かったから結果、うん、結果良かったよね、いいよねみたいな、いつもいいよね、ハンコが欲しいって感じ、そうなんです、不思議ですよ、うん、良かったと思うけど、うん、みたいな、どうだろう、それはみんな次第じゃないかな、でも俺は良かったと思うけど、話を毎回やってるんですけど、ここ数ヶ月間、ここ1ヶ月ぐらいはそういうのがなくて、実は、うんうん、あの、いや、あるってある、あ、そう、でも県外バンドの方とか、うん、よく見る機会が多くて最近、うん、そういうの見たらやりたいことだけやればいいのかなっていうのにちょっと切り替わって、うん、ね、うん、最近ポジティブ、うんうんうん、ポジティブといえば私も最近ちょっとポジティブなんですよ。嬉しい、本当ですよ、多分今週末のライブで曲聴いて、ね、なんかちょっとこの人バカっぽくなったなと思ったかもしれない。でもね、ジュリア君、ジュリアね、はい、なんか珍しいなっていう曲がありますもんね、こういうことやるんだっていう、いやいや、そんな、なんか曲としてね、はい、なんか今までなんかちょっとどこか暗い部分というか、アンニュイな部分が要素はやっぱ自分は多かったんですよ、曲にするときに、うんうんうん、それがなんかある時を境にちょっとパカンって開いて、うん、もうなんか自分が面白いと思ったものは、うん、例えば何かに似てるとか何かっぽいとか、うん、古っぽいとか、うん、なんかそんなの気にせず出してみようと思って、うん、というのがきっかけです、もうなんかやりたいことをやろうみたいな、だから、うん、なんか痛みとか怒りとかなんか悲しみとかそういうのだけじゃないところのなんか、うん、バーンってやっても全部愛してるよみたいな、うん、ドカーンという気持ちをちょっと出していけたらなと思ってますよ、ボソッと素敵それ
ジュンヘさん、はい、ジョジョさんも、はい、今週末は楽しみにしてます、楽しみですね。なんか個別で練習してるみたいな話も聞いたんですけど、個別で練習、あ、ね、はい、ジョジョは、うん、イムさんと一緒じゃないと、うん、2人のアンサンブルだから、うん、あ、それ、それ別だね。ジュンヤ君はまだないね。そう、ジュンヤ君は覚えも早いんだよね。なんか瞬発力でこう瞬発力やるですよ、タフタフ、そう、本当にタフですよね。酒もずっと飲んでるし、それはそれとこれは隙があれば酒を飲んでマラソンをしているっていうわけのわからない、うん、ストイックが過ぎるんだよね。酒を飲んでマラソンしてる、走りがないとダメな人ですからね。今夜走っていい、フルマラソン完走後にライブしてるって、あ、そうそうそう、見たことありました、ありました、はい、ちょっとともかっこいいな、沖縄市あたりで一走りしてきた、走ってきたんだみたいな感じで、しかも沖縄市マラソン超早かったよね、うん、ちょっと頑張りましたね、あの時はね。4時間15分12分です、4時間12分って相当早いですよ、やばい、すごい、まあ、そんな純也君が、まあ、そんな私が、ね、ベースをね、低音を支えてます、うん、そうなんです、楽しみだ、はい、で男性さんにはあと1曲、はい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 、やってくれるということで、うん、じゃあもう曲を紹介して、うん、曲バーンってやってありがとうございましたで、じゃあ CM 行きましょうか。あ、はい、でも大地さんの詳細とか言ってますか。あ、大丈夫ではない、まあ、うん、最後にやろうね。あ、OK です、はい、はい、すみません、じゃあ準備しました、うん、はい、じゃあ準備してもらいながら、ありがたいですね、先ほどから細かく元気が出てきます ね、 ね。いや、なんか今日来てくれてよかった、この土曜日に臨むにあたって、なんかジョジョもサックス持ってきたかったなと思ってるけど、思ってます、ね、めっちゃ思ってます、吹きたがり2016。いたらよかったな。ちょっとさっきやろうかなって決めて、うん、はい、いつもアコーディオンでやってるから、うん、初めての企みになっちゃいます。初めてギターと歌で、そう、声だけでどうなるかわからないですが、はい、今セッティング中ですので、もう一曲男性のお二人がやってくれるということで、ちょっとごめんなさいね、マイクいじります。はい、でもなんかすごいですね、本当にこの番組始まってからの生ライブ、うん、あんまりないんですか。ないですね、ない、あんまりどころか、これが初めて。うん、いや、多分この番組結構ジングルこれやってとか僕要求が多くて、はい、結構パタパタなんですよ。ミキさんのような峰くんがだから生ライブとか入れるとちょっともっと大変だなと。やめないかなっていうのがあってから、か完全にジョジョさんもなんか全然なんていうんですか、こうできそうですけど、本当になんていうんですか、全然喋ってる間の後ろとかでもふーって、 BGM として、そうそう、全然できそうだなと思うよね。なるほど、ちょっとこれはじゃあ生演奏も取り入れていきましょうね。今日きましょう、これは絶対このスタジオの一番端っこで細々と次持ってきてください。持ってきます。はい、はい、じゃあできました。じゃあジュリーに紹介してもらおうかな、はい、では曲紹介してください。これは多分大きい音源に入るやつです。10月発売、はい、10月のやつに入れようかなと思ってるやつで、はい、それはちなみにピアノとかとやってます。はい。ね。うんうん、ピアノ、うん、とかとやってます。そう。ピアノとかとやってます。ピアノとやり合ってんだ、ね。私と君って曲やります。うん、ああ、いいですね。はい、もう好きです。いけますか？うん。OK。せーの。私と君は違う。君はさやけを。私は夕焼けを愛してやまない。私と君は違う、私と君は違うのに、同じ空に心奪われる。私と君は違う、君はじゃれ合いを、私は一人を大事にしてない。私と君は違う、私と君は違うのに、同じところに穴が開いて、私と君は違う、私と
君は違う、私と君は違う、私と君は本当に違うのかい。PM エージェンシーのイベント情報でございますけれども、はい、あの今週の土曜日から、うん、モンゴル800がフェスティバル、はいはい、ワッタワンダフルワールドの一般発売がいよいよ始まりますので、いよいよ、はい、現在あの第5弾出演者まで発表されておりまして、モンゴル800を筆頭に騎士団、サンボマスター、シム、スチャダラパー、スペシャルアズハズ、チャットモンチ、テンフィート、東京スカパラダイスオーケストラ、ドラゴンアッシュ、ネゴト、ブラフマン、マココールブラザーズ、ライズ、リップスライム、歴史、ワニマなどなど、すごい、言えた、すごい、言えた、第5弾ここまでも出てますのでね、はい、あの今週土曜日から一般発売、チケット発売しますので、あのファミリーマート全店で買えますのでね、はい、ファミポーとかいじってできたり、はい、あとまたインターネット上では E プラスさんの方で、はい、E プラスで検索するとチケット買えますのでね、11月5日6日土日ですね、こちらぜひぜひ要チェックということで、はい、で今年からあの富城市の豊崎チュラサンビーチに場所を移動しまして、はい、はい、解散しますので、よろしくお願いします。あとあの来週なんですけれども、あの PM エージェンシーのホームページ選考というのがありまして、これですね、普通あのインターネット上でだいたい選考申し込むと、あのお客さんに手数料ちょっとかかっちゃったりするんですよ、はい、システム手数料とか、なんか選考手数料みたいなのが、はい、でそれがないっていう意外にお得な PM エージェンシー選考がありますので、要するにあのチケット代だけでチケット買えるっていう、素晴らしい、なかなかないサービスを実は PM エージェンシーのホームページの選考をやっておりまして、それがあのスピッツ、12月25日26日にあるスピッツの PM エージェンシーホームページ選考が7月の25日来週の月曜日から日曜日まで1週間受け付けてます。こちらの抽選にはなってるんですけれども、はい、結構当たる確率も高いかと思いますので、ぜひぜひ、はい、まあ、いろんな公演コンサート情報載ってますので、ぜひぜひインターネットで PM エージェンシーのホームページまで遊びに行ってください。以上 PM エージェンシーイベント情報でした。一人土成のロックオンミュージック。
はい、エンディングでございますけれども、はい、男性の2人にも今日はちょっと残ってもらって、はいはい、ありがとうございます、はい、2曲演奏もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お二人の気持ちがね、やっぱり音楽に対するなんか気持ちみたいなのが出ているよね。はい、うん、いい感じ。明後日ですね。ね、明後日だね。気づいたら。ね、あっという間ですね。はい、どうしましょう。みんなお酒飲みますよね。飲みますね。そこ、ね、そこ終わってからも楽しい。何だか気づいた。そこは大事ですね。あ、そうそう、あの純也くんからちょっとお知らせもあるということで、はい、8月の頭のね、はい、8月の頭にでした。8月6、7土曜日曜ですね、那覇のライブハウスアウトプットさんと G シェルターさん共同イベントゴールデンサーキット2016が開催されます。はい、まあ今ですね、この沖縄で頑張ってるインディーズバンド、いろいろ2日間にあたってで2つのライブハウスをはしごしてですね、楽しんでいただきたいというイベントで、まあ、私はあの別でやってます吉村隆バンドが、はい、これが8月7日 G シェルターの一番最後に出る予定でございますので、まあ、G シェルター見終わってからさらにその後夜はアウトプットに行けると。あ、なるほど。そして6日はまたねアウトプットを見てその後 G シェルターに行けるという、ね、そういうことができますので、ぜひ、2日投資券をできれば買っていただいて、はい、はい、遊んでいただければと思います。よろしくお願いいたします。このロックオンミュージックの第2週担当している空間日和も、はい、あ、実は出ます。はい、ハラヘルズも出ます。ハラヘルズ、ハラヘルズ、はい、あとあれですよね、私たちの親戚も出ますよね。親戚も出ますね、はい、私たちの親戚も出ます。そうです、そうです、もうすごい楽しそうなイベントになっておりますので、ね、ちなみにあれなんですよ、8月の1週目は、はい、空間日和のロックをミュージックにしてもらってるんですよ。あ、うんうん、でこのゴールデンサーキット特集をやるということで、わ、すごい、はい、ちょっとゲストを呼んでこのイベントについて熱く語るって言ってたので、うん、ぜひぜひよろしくお願いします、ね、はい、毎回ゲストを招いて音楽についてお話を伺っちゃおうという音楽情報番組、ひとりつちなりのロックをミュージック。来週はハイナ所長のコーナー、沖縄インディーズラボがありますので、はい、また東京から音声データのみでお届けします、うん、そしてスタジオのゲストはカメラマンのジーケンさんという方がいらっしゃいますので、ね、うん、沖縄ではもう有名な大御所カメラマンのジーケンさんと私初対面ですからね、いろいろちょっと話を聞こうかなと思っております。はい、皆さんからのメッセージやあらゆる音楽情報も随時受け付けております。メールアドレスは797@fmginowa.com まで、ひとりつちなり宛てと懸命に書いてお送りください。はい、さあ、あと3分くらいありますけれども、はい、何かありますかね。土曜日の話を、土曜日の話何かありますそうだよ、土曜日の話しなきゃいけないね。場所と、はい、今週土曜日7月23日土曜日です。もう明後日です。明後日です。ひとりつちなりワンマンライブ、アットマークバークラゲ、yeah. はい、うん、チャージが1500円、プラスワンドリンク、はい、会場が19時、開演が19時半、はいはい、オープニングアクトに男性さんが、はいはい、出てくれる。ちょっと頑張ります。はい、結構予約がね、うん、入ってくれておりました。楽しみ。でも当日でも全然入れるんですよね。入れますね。ですよね、チャージ制ですもんね。うん、今回あの一人妊婦さんが来る予定になっておりまして、はい、ちょっと会場内喫煙、はい、禁煙、禁煙と、禁煙となって、はいはいはい、大丈夫です。全然大丈夫です。もうそういうの、そういうの、そういうのは大丈夫です。そういうのは大丈夫なんですね。そういうのは全然。はい。嬉しい。さあ、どうですかね、意気込みのほどは。純也くんは久しぶりに来てくれましたね。はい、うん、あ、そうですね、僕今日は久々に来まして、久々に喋っておりますけども、うん、はい、まあ、喋れないってなっちゃいますね、こう。ゆうちゃんとっても、とってもリラックスしてる感じが。だいぶ一番しっかりしてる。仕事のできる人の話し方ですね。いやー、でも今回ね、あさってのライブはね、はい、楽しみにして、はい、スタジオリハも結構ね、みんな頑張ってますからね。はい、はい、もう、今日も明日もね、うん、いっぱいご飯食べていっぱい寝ようかなと思ってますが、はい、英気をね、養って、うん、とりあえずもう土曜日は朝から酒を飲もうと思っておりますのでよろしくお願いいたします。はい、ベースの純也君です、ね、よろしくお願いします、はい、ジョジョさん。いや、もうね、僕はもういつもの通り本番弾けるだけなので、うん、あとはもうどうなるか分かんないです、うん、いつものことですけど、さすがロックンローラー誰の隣でもサックスを吹きますよ、ジョジョさん。やってもらう。気づいたら吹いてるって素晴らしいです。誰とでも合わせる、ね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、男性の二人、はい、はい、意気込みの音ちょっと明日ね、ギリギリまでちょっと悩むよね。悩んで、うん、あ、曲、うん、そう、うん、やっぱとっても大好きな人たちとやるのは緊張も当たり前にしますし、うんうん、
さっとパーってやって第3を楽しもうと思ってます。はい、なのでぜひ皆さんにも僕らと同じ感じで楽しんでもらえたらなと思います。楽しくなると思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ワンマンライブ、ライブ今回新曲もいっぱいですし、はい、まあ、昔の曲をバンドでね、はい、やったりとかもありますので、はい、まあ、自分自身が一番ちょっと楽しみな部分も多いので、ただまだ歌詞がちゃんと入っていない。大地さん飛ぶとき飛びますよね。飛ぶとき飛ぶとき飛ぶし、飛ぶとき飛びますか、ね、ギターも間違えるときは間違える。さらっとなんか、ね、無表情でこう間違える。ごまかすのうまい。そう。大地さんさすがに。どんどんボロが出てくる。でバンドですからね、わ、はい、からなくなって、はい、I'll find it down to die! どうにかなるんですよ。後ろで支えます。向井修徳さんから習いました。さすが向井さん。さすがです、はい、頑張りますので、はいはい、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、今日のエンディングナンバーは一人土なりの波に揺られてです。じゃあちょっとゆっくり聴いてください。揺られて送りしている曲は一人土なりで波に揺られて。この番組は PM エージェンシースタジオ G の協力でお送りいたしました。じゃあ皆様はバークラベで土曜日お待ちしております。じゃあ中国語でおやすみなさいよ。ワンアン。